まあ、率直にとても嬉しい気持ちです。はい、最初に名前が呼ばれた時はどんな気持ちでしたか？まあ、一旦は本当にこうホッとした、気持ちが、はい、強かったです。バケンカイボックスの中から抽選ということになりました。4球団の抽選の間はどんな気持ちでしたか？いや、もう本当にドキドキしてました。はい、その結果中日ドラゴンズが5勝券獲得ということになりました。中日ドラゴンズのチームの印象から聞かせてもらえますか？そうですね、やっぱりファンがとても熱くて、まあ、同じ年である高橋宏斗選手を筆頭に本当に力強い投手陣が、とても、はい、印象的です。ドラゴンズの選手で、まあ、話していない、声をかけて聞いてみたい、どんな選手がいますか？やっぱり同級生の高橋宏斗選手は本当に、まあ、世界一にも貢献されているので、いろいろお話ししてみたいです。まあ、その時にならないとなかなかわからないと思いますが、今現時点ではどんな話をしてみたいですか？いや、まずは、どうしたらそんな速い球を投げれるのかっていうのを聞きたいです。過去にもそんな話をしたことあるんですか？いや、ないです。対戦したいバッターというのはどうでしょう？セリーグということになりましたか？やっぱりまあ、侍ジャパンを経験したので、その時に、まあ、同じチームメイトであったセ・リーグの、まあ、方々を中心に対戦してみたいと思ってます。はい、特にこの選手というのは今はないですか？はい、プロのバッター今現時点で、まあ、もちろん対戦はありますけれども、どんなイメージをされてますか？まあ、やっぱり本当に、レベルが高くて、どんな系、まあ、速いストレートであったりとか変化球に対してもしっかりとこう対応してくるなっていう、本当にまあ、テレビで見てる中なんですけど、とてもそう思ってます。はい、そんなプロの選手に対してどういう勝負をこれからしていきたいですか？やっぱり自分のしっかりと持ち味を出して、まあ、自分の武器はストレートとコントロールなので、そういった武器をしっかりと出して勝負していきたいと思ってます。まあ、いよいよプロ入りということになりますが、プロ入り前に憧れていた選手もしくは目標をしていた選手は？目標としてた選手は、今永選手です。どんなところが目標でしたか？まあ、やっぱり投球スタイルであったりとか、まあ、ストレートでしっかりと空振りが取れるっていうところが本当に、魅力だと思うので、まあ、自分もそういう、まあ、ストレートを投げたいなっていうふうにとてもいつも参考にさせてもらってます。プロ入りということになりました。これまでのプロ入りまでの野球生活を振り返って感謝の気持ちを誰か伝えたい人というのは？もちろん今まで育ててきてもらった両親にはとても感謝したいと思っています。どんなことで伝えたいですか？まあ、一応夢は、叶えたので、まあ、そこから、しっかりと活躍するというところがこれからの恩返しだと思うので、まあ、一旦この、学生野球の間しっかりと育ててもらって本当にありがとうというふうに伝えたいです。今日のドラフト当日もしくは昨日の前日、何か家族でいや、もう全員ちょっとそわそわしてたんで、そんなにこう、話っていうのは、まあ、普段通り、はい、やってました。チームメイトとは今日どんな話をされたんですか？まあ、どこの球団に行くかなっていうふうに、まあ、ギリギリまで話しました。チームメイトから具体的な球団は出たんですか？いや、特に、はい、出てないです。試合では72イニング数連続無失点という状況ではありますけれども、こういう大学での実績を引っ提げて、改めてプロでは
な指示をしたいですか。もちろんやっぱりゼロにこだわってっていうところあるんですけど、しっかりと勝てる投手っていうふうに、目標をしっかり立てて、少しでも、ドラゴンズさんの、勝利に貢献できるように頑張りたいというふうに思っています。まあ、これからプロの世界に入っていくわけなんですが、そのプロで勝つためには現時点ではどんなことが必要と思ってますか。やっぱりまだまだ体が弱いので、しっかりと強くするっていうところと、まあ、変化球であったりとかもっと精度が上がる部分もあると思うので、そういった部分をしっかりと、伸ばしていって、勝てる投手になりたいというふうに思ってます。具体的にあればいいんですが、体のどの部分を特に強化したいと。そうですね、やっぱり最後のシーズンも、怪我をしてしまったので、そういった、まあ、プロ野球になると、シーズンもとても長いので、そういった長い、間でもしっかりと怪我をしないように、しっかりと投げるっていうところを、体力をつけていきたいというふうに思っています。先ほど変化球という話もありましたが、変化球、今ある球種の中でプロで、まあ、試してみたい、勝負してみたいことはありますか。やっぱり自信があるのがスプリットなので、やっぱりスプリットをどれだけ通用するかっていうのも試してみたいというふうに、思ってますし、他の球種もしっかりと、練習して、もっと精度を上げていきたいと思ってます。大学4年間の生活、いろいろ学んだことあると思いますが、印象に残っていることを教えてください。まあ、野球はもちろんなんですけど、野球以外の面でも、しっかりとこう成長することができたので、そこがやっぱり、大学4年間、とても成長した部分だと思ってます。まあ、プロ入りまでは時間が少ないと思いますが、この期間でさらにプロに入るまで自分を高めたいところはありますか。まあ、もちろんやっぱり体を強くするっていうところ、がまず、この期間しっかりとするっていうふうに決めているので、まあ、少ないですけどしっかりと取り組みたいというふうに思ってます。では最後になりますが、プロ野球選手としての目標を聞かせてください。もちろん最終的には日本を代表するような、投手になりたいという目標は、侍ジャパンを経験してから改めて本当に強く思ったので、少しでも近づけるように、頑張りたいというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。以上で代表質問を終了させていただきます。ありがとうございます。金村投手は改めてご自身で何が強みで、そして1年目からドラゴンズでどのように表現していきたいなと思っていますか。と自分の武器は、先も言った通りコントロールと、まあ、球質のいいストレートが武器なので、そういったところをしっかり出していくというところと、1年目 でもしっかりと、2桁勝利というのを目指して、頑張っていきたいというふうに 思っています。もう一つ、井上監督からのお言葉どのようにお聞きになっていましたか。まあ、本当に、ドラゴンズさんに、とてもご縁があったので、尽くそうというふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。その他で質問ありますでしょうか。名古屋の中京テレビのアナウンサーの近藤と申します。名古屋の印象、それから、まあ、名古屋に住んで楽しみなことなどありましたら教えてください。いや、ちょっと名古屋は行ったことないんでわからないですけど、まあ、美味しい料理とか、食べてみたいです。ちょっと興奮しますが、先ほど井上監督から名前の名古屋で夢を一緒に叶えましょうという言葉がありました。その言葉に対しては今どんな思いがありますか。もちろんその夢をしっかりと叶えたいというふうに、強く、思いました。待ってますっていう風に、はい、待ってます。待ってます。ありがとうございます。はい。
地元を離れるということになると思います。地元に帰ってきた際にはどんなピッチングをしたいですか？やっぱり地元は、たくさんの方にこう見てもらえるっていうところあるので、その自分の姿をしっかりと見せれるように、成長した姿を、見せれるように、名古屋の方でしっかりと鍛えて、関西に帰っていきたいと思います。関西の放送局としては阪神を中継することが多いんですけれども、甲子園球場に帰ってきた際、阪神との対戦にテレビでどんなピッチングしたいですか？やっぱり甲子園という舞台は特別な、場所だと思うので、そういったところで、プロの世界でしっかり投げれるというところは本当に、喜ばしいことなので、とても楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。プロ野球選手に目を向けられます。神田野球で4年間支えてくれた神田野球の仲間、選手、初年者、関係者の皆さんに一言お願いします。やっぱりここまで来れたのは、自分の力だけじゃないと思うので、支えてくださった方々であったりとか、同じチームメイトで切磋琢磨し合って、レベルアップできたと思うので、本当に、感謝してもしきれないです。はい、ありがとうございます。4年前コロナで高校3年生の甲子園大会から始めましたけど、この高校野球を経て今こう振り返ってどのように感じますか？やっぱりコロナで甲子園を目指せなかったっていうところ、本当に悔しい思いをしたんですけど、一度諦めかけた夢をもう一度こう大学4年間でしっかりと、成長してプロの世界に行こうっていうふうに決めていたので、まずその夢が叶えたってことは本当に、嬉しく思ってます。東海ラジオの現役士と申します。私もながら高校の卒業生です。入団おめでとうございます。ありがとうございます。これから交渉ということですけれども、まず関西で学んだどんなことをプロの世界名古屋という形で活かしていきたいですか？やっぱり、人として成長するというところが、一番、大切というふうにこの大学で学んだので、そういったところをもちろん技術面もそうですけど、そういったところをしっかりと、この先、生かしていけたらいいなというふうに思っています。名古屋の街にはどんなイメージがありますか？とても賑やかで、そうですね、とても楽しみです。初めての街ですよね。はい、おいおい分かってくるかと思います。そして井上監督のメッセージを受けました。それに対して金丸さん、どんな言葉を返したいなというふうに思いますか？もうぜひ本当にドラゴンズさんの、力になれるように、全てを尽くそうというふうに、思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。もちろん先発で、はい、行こうというふうには思っています。1年目の学生の2桁正直どうしたかというのを理由というのは何かというのをお願いしてもらいますか？やっぱり即戦力で、1位指名をいただいていると思うので、しっかりと1年目から、焦らずにですけど、しっかりと力になれるように1年目から2桁勝利を目指して頑張りたいと思っています。やっぱりこう
もともと無名からの、今の現状なので、本当に毎日コツコツとやるっていうところが、とても、いい結果につながったんじゃないかなっていうふうに思ってるので、やってきてよかったなっていうふうに思います。まずは夢を与えてくれたので、そういった甲子園の舞台に立つことであったりとかプロ野球選手になるっていうところを、とても目指して、もう本当に共に、歩んだと思うので、とても感謝してるっていうのと、これからしっかりと活躍して恩返ししていきたいなというふうに、思っています。やっぱり甲子園のレベルで審判をしてたので、そういったレベルの高い投手と、自分の、球と比べて、少しずつ近づいてきたんじゃないかなというふうに言われたときは本当に嬉しかったというのは覚えています。高校3年生ですね。はい、今日の昼ご飯でのブリを食べたことをちょっと聞いたんですけど、その経緯を教えていただけますか。いいことが起きますようにっていう、その思いから、食べました。ありがとうございます。生放送の時間が近づいてまいりましたので、関連教習室が、質問の方6時まで答えていただく形にいたします。質問の方を一人様一つ程度でお願いできたらと思います。インフォルマの時間をお願いします。お願いします。2月1日どんな状態で迎えたいですか。しっかりと万全の状態で迎え入れるように、そんなに時間はないですけど、しっかりと自分の体と向き合いながら、成長した姿で、キャンプを迎えたいというふうに思っています。KBC 関西大学放送研究会の尾崎と申します。よろしくお願いします。昨年度は有馬主将がドラフトから外れるという悔しい結果となった中で、今日の結果は関西野球部としても雪辱を果たす結果となったと思います。関西野球部の一員として今日の結果をどう受け止めているのか、そして来年以降の関西野球部に対して一言いただければなと思います。そうですね、やっぱり、この関西大学野球部で、4年間過ごしてきたっていうところは本当に、一番、良かったっていうふうに思っているのと、少しでもこれから多くのプロ野球選手が、関西大学から出たらいいなっていうふうに、思います。ありがとうございます。大変申し訳ございません。次の質問で一旦記者会見場の質疑応答は終了させていただきます。コソセッションの最終としては終わった後で全国で質問会見をさせていただきますので、ご了承ください。それでは最後に質問をよろしくお願いします。大学の4年間でいうと、山口貴明さんのご指導は大きかったと思うんですけれども、ご自身の成長のきっかけになった部分の感謝の思いをお聞かせください。まず関西大学入学できたのは、山口隆さんのおかげだと思うので、そういったところに感謝しているというのと、ワインドアップにしたのは山口さんからの言葉だったので、そういったところも自分の成長につながったので、本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。大変申し訳ございません。記者会見といたしましては一旦これで質疑応答を終わらせていただきたいと思います。せーの、よし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 。
品もお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、すみません。